さあそれではまずお二人からご挨拶を頂戴したいと思います。はじめに奥園明を演じられました有村架純さんお願いいたします。皆さん本日はお越しいただきましてありがとうございます。家族色の公開直前イベントということで、とても私も楽しみにしておりました。皆さん見終わった後でいらっしゃいますもんね。いろんなお話をできればいいなと思います。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。そして奥園節夫役国村淳さんです。お願いします。どうも国村淳です。ありがとうございます。公開直前家族試写会にこれだけたくさんお客さん来ていただいて本当にありがとうございます。今入ってくる途中皆さんのお顔を見てたらなんか楽しそうなお顔してたんで、あ、大丈夫やったかなってちょっとホッとしてます。またいろんなお話できればと思います。今日はどうもよろしくどうぞ。ありがとうございます。実は本日もう一方特別ゲストをお招きしております。レイルウェイズシリーズ2作目レイルウェイズ愛を伝えられない大人たちで主演を務められました三浦友和さんです。それでは改めてご紹介させていただきます。2011年公開富山地方鉄道を舞台に鉄道運転手の引退を目前にすれ違う夫婦のドラマを描いたレイルウェイズ愛を伝えられない大人たちで主人公滝島徹を演じられました三浦友和さんです。こんにちは。今回7年越しとなるシリーズ最新作の公開間近ということで本日はお忙しい中本作を応援するために駆けつけてくださいました。三浦さんから改めてご挨拶よろしいでしょうか。こんにちは、三浦友和です。すいません、もう皆さんより数ヶ月ほど前にこの出来上がりを見せていただいてもう本当に素敵な作品で今日は応援団長としてやってまいりました。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。まず三浦さんにお伺いしたいんですがレイルウェイズ愛を伝えられない大人たち、はい、7年の時を経て三浦さんからお二人にバトンが受け継がれましたけれども本作いち早くご覧いただいたということで改めてご感想を伺ってもよろしいでしょうか。とにかく見終わった時に残るのはこれ3作、シリーズの3つ目ですけれどもすごくあったかい気持ちになるなっていうのが一番の印象です。今日の今からご覧になるご覧いただいた後なんです、後ですね、はい、そんな分かりますよね。そういう気持ちになったのがまず、大きな感想であることと中井貴一さんが1つ目で、それは島根県僕は、富山県大自然の中なんですね。今度鹿児島 で雄大な景色の中をかわいいその電車が1両編成だったり2両編成だったりするその雰囲気もいいしとにかく彼女がね、はい、どうしたんですか。いやいやけなげでけなげでねそこがすごくこの頑固親父のところに行って私は頑固親父ですか。いやいや役柄のことですそこに行ってなんとかもう行くところがないからここにいるしかないっていう切なさとかねそういうのが伝わってきてで座ってるとなんか落ち着かないんですよそれでそれから運転手を目指して、ね、一生懸命やるその形もすごくけなげでけなげでという感想です。分かりました。立ち上がって の、はい、熱のこもったご感想いただきましたありがとうございます、はい、いつでもお立ちいただいて三浦さん構いませんので、はい、ありがとうございます。有村さん今のご感想伺っていかがでしたか。いや自分が出させていただいた作品をレイルウェイズの過去作品に出演されている三浦さんに見ていただけるとは思ってもいなかったですしこうやって対面させていただくとも思ってもいなかったので初めましてなんですよね。初めましてです。もう本当に今もう両サイドが恐れ多すぎてもうちょっと怖いです本当にこう恐縮です。はい、しかもアウトレイジのお二人ですからね。あんまり挟まれてねいや本当に嬉しいです。でも、はい、1話で死んじゃうんですけどね
アウトレイジのこの方2話まで来てらっしゃるんですよ、国村さんは今ご感想を伺っていかがでしたか。いや本当にあの三浦さんからそんな風におっしゃっていただいて本当嬉しいですね、まあ、ちょうどあの、ね、あの三浦さんが先に2作目おやりになってその後受けるような形で僕とあの2人でできたっていうのもこれまた一つの縁でなんか嬉しいなと思いました。そしてあの国村さんは本作でベテラン運転士の役ということですけれども、はい、引退間近の運転士というところはあの三浦さんが演じられた役柄ともこう共通するのかなと思いますが。そうですね、はい、前作から何かヒントを得たり運転士としてこうご覧になったことはありましたか。まあ、ヒントというかやっぱりそういう同じ状況なんですけれども結局そのもう引退間近ということは当たり前ですけども非常にベテラン運転士ということなのでやっぱりこう、ね、今日映画ご覧いただきましたけれども、まあ、あのアキラちゃんは別としてアキラちゃんは割とたどたどしいというか間違いだらけでも全然 OK なんですけど私がなんかこう非常にこう物慣れない所作の運転士だとこう説得力がまるでないですよね。なのでちゃんともうそれこそもう引退間近までこう電車を動かしてきた人であるというふうに違和感なく見えるようにということにはすごく気をつけました。そしてレイルウェイズシリーズあの皆さんが出てらっしゃる方全員が運転士という役柄でなかなか運転士の役柄は苦労が多いのではないかなと思って拝見していたんですけれども三浦さん皆さんにそれぞれ伺いたいんですが何かこう苦労されたこと運転士として大変だったことありましたか。撮影前にあの訓練しましたよね。その運転の形あのちゃんと、ね、指導の方が1週間ぐらい前から来 てくださってやりましたやりましたね、はいはい、でなんか電車の形がちょっと違ったんであのあ僕らの場合は多分電車じゃなくて機動車っていうあはいはいはいすみませんそうです中でも言ってましたね機動車だとそうでしたねだからちょっと違うのかもしれない、はい、ですね。僕らはこうん忘れたなこうでこうでしたね私たちこうですねね、これですもんね、ええ、こっちブレーキでしたもん あの、ね、富山の、ええ、地方鉄道は あれ習うのどのくらいかかりました。いやもう現場に入ってあの大体やってくださるその場ですか。その場であ訓練しなかったんですか。特には手抜きですね手抜きまずいじゃあ何もやらなかったの。私もそうですね現場であの劇中でアキラが学んでいくとともに私も一緒にこう、うん、あそういう役柄だからね。でも国村さんまずいよね。そうなんですよなので私はあの僕らずいぶんやりましたよ。え最初にあのあそうですか運転手さんに全部習って車掌と兼務してるじゃないですか、はいはい、なんかそういうことものこの椅子のひっくり返した方とかえやらなかったんですか。いややってないですね。でも現場でそれがこなせてしまうんだからやっぱりいやいやこなせるかどうか分かりませんよ、うんまあ、でも一番苦労したのはそこでしたやっぱり。そうですよね、うん、やっぱりベテランに見えなきゃいけないっていうのはかなりプレッシャーですよね。そうですね。そうですよね、はい、でもあまり栗村さんはもうその場でやられたということで、はい、いやその場というかやっぱりそれはちゃんとさっきもあのお話申し上げたようにいい、はい、ここをあの下手打ったらシャレならんなとそこはやっぱり気持ちをちゃんと込めてじゃないけどあの、うん、失敗しないように、うん、そうですね、機動車とは、ね、集中してやりました、はい、